どうもこんにちは、セーラームシューの鈴木でございます。とあるシュークリエイターさんとお話をさせていただきました。非常にこう楽しい、いろいろなお話を聞かせていただきましたので、もしよろしければご覧ください。どうぞ。本日はですね、日本の靴150年、靴の浅草150年記念展示ということで、今回ですね、浅草の文化観光センターに来ております。でですね、いつも既成靴のこと、まあ、他に靴のこと、オーダー靴のこと、いろいろ話しておりますが、今回ですね、クリエイターの方がいらっしゃいましたので、ご紹介させていただきます。こちらの方でございます。井上敦と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、なんか突然今日はありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。こちらこそありがとうございます。話をさせていただいてて、面白い楽しい話を聞かせていただいて、ちょっとね、こんな形で YouTube で撮らせていただいております。で、今具体的にはどういう靴を作られているんですかね。はい、そうですね、一人一人のですね、やっぱり足型に合わせて、測定をしてから、その人の足の癖にこう合わせながら、一足一足、はい、まあ、足に合う靴を作らせていただいているという形ですね。うん、一名様一名様のデザインとか、そういうものにも合わせて、好みに合わせた世界に一足だけの靴を提供させていただいているという感じですね。うん、そういう意味でもほぼ完全にビスポークってことですね。そうですね、もう本当に、まあ、セミオーダー的に形がこうあって、革だけ素材だけ変えてっていうのではなくて、もう本当にデザインの一つ一つから履き心地からそういうのも全部合わせますよっていう形で、はい、やらせていただいてますね。今回ですね、こちらの井上さんの靴、何が特徴的かというと、まあ、一般的に多分皆さんビスポークっていうとパリッとした種、隙のない靴というか、そういうイメージがあるかと思うんですけども、井上さんの靴こんな感じでございます。他の、まあ、いろんな工事さん皆さんで、靴を出されているんですけども、こちらのですね、井上さんの靴、どれもなんか絵本の中から出てきたような靴ばっかりで、ありがたいです。なんかこれなんかね、本当に今多分今年の映画公開される煙突町のスペルのようなイメージで、すごいかっこいいなと思って。これら その靴を作られるようになったきっかけっていうのは何かあるんですか。はい、きっかけはですね、やはり今おっしゃっていただいたように、自分が履くその既成靴っていうものに対する幅の小ささというか、そのやっぱり似たようなものが多くて、その僕が履きたいものとちょっと違うっていうような気持ちから、じゃあ自分でちょっとこういう靴あってもいいんじゃないかなっていう発想から、自分で作って自分で履くっていうところから、まあきっかけで、なるほど、作るのが、まあ、そうですね、きっかけですかね。その時はじゃあ靴のなんかこうお仕事とかされてたんですか。はい、そうですね、一般的に OEM と呼ばれるアパレルさんからこういう靴作りたいですっていうのと、はい、あと工場さんの間入って、はい、で、まあ、そのデザインとかをこう仕様書というか、そういうのを書いて、それを工場に渡して、はい、で、納品までをつなぐという形で、まあ、僕はその実はその時はデザインとか全くしてなくて、納品の管理を主にしてたんですね。じゃあグラディアの靴を作るという作業よりも、はい、どっちかというと事務方というか、そうです、調整役みたいな、はい、それまでは全く無知だったんですけど、工場現場ですね、行かせていただく機会がすごく多かったので、どう作られるのかとか、そういうのを目の当たりにして、で実際にそれをアパレルさん、お客さんに届けるときに、ここが履きづらいとか、ここがいいとか、はい、こういうのが売れるとか、そういうのをこう情報をこういっぱいもらえるような立ち位置にはいたので、まあ、そういう経験を生かしつつ自分の今作っているものに反映をできたらなっていう、はい、形で。ではそれはなんかこうその仕事を辞めるトリガーというか、もうその後押しするような、そうです、ね、何かそのきっかけというのは何かあったんですか。はい、そうですね、まあ、個人的にはもともと僕がその OEM の仕事に入った時っていうのは、まあ、まさに浅草ですよね。はい、浅草で本物の革を使って時間をかけて、まさにものづくりっていうものをしている状況だったんです。僕はその世界に入って、それがすごくこう刺激的で楽しかったんですけども、はい、マーケットの動きっていうものに
世の中をこう合わせていかなきゃいけないっていう段階に入った時に、まあ、いろんな事情が絡むじゃないですか。コストであったり納期だったりっていうところがですね、ものすごくスピーディーになってしまったんですね、はい、その時に、まあ、要は自分が初めて刺激を受けて、あ、この世界ってすごいなっていうふうに思っていたところからのギャップが生まれたんですよ。すごく早くなった分、作り込みっていうのがあまりできなくなった世界になって出てしまって、はい、で、まあ、あとは値段ですよね、はい、本物の革は使えませんとか、革に似た合成皮革であったりとか、はいはい、まあ、そういうものをメインに使うようになってた時に、やっぱりその良さっていうか自分がいいなって思った部分とのギャップが生まれてしまって、言ってみればそのスピードに僕がついていけなかった部分があったのかもしれないですけど、まあ、そういう事情が一つ、自分で作ったりとか工場の職人さんが作ってるのとかを見た時に、良さっていうものをこう大事にしていきたいなという思いがちょっと勝ってしまって、なるほど、でそこでこう、はい、今模索しながらこういう展示をするぐらいまで来ているようですもんね、はい、そうですね、まあ、あの基本的には、はい、ハンドメイドイベントなどとかで、はい、そのブースを出させていただいて、はい、お客様に、はい、はい、あの一つ一つ作らせていただいてるんですけども、はい、やっぱりそういうイベントとかも年に何回かしかないので、まあ、いろんな場所に出させていただいて、まあ、いろんな人の目に触れていただければ、まあ、もっとこう靴っていうものの楽しさをこういろんな人に知ってもらえれば、はい、いやこれはね、多分自分が本当にこう思うところでもやっぱりあって、もう少しちょっとお話ししたんですけど、やっぱりその市場がどうしても売れるもののみにこう傾いちゃうと、やっぱ色もデザインもそうですけど、やっぱりちょっと凝り固まっちゃうというか、でその中でいわゆるその振れ幅っていうところで、うん、いろんな靴がやっぱりあった方が時代が、はい、多様化ってこう言われてる中で、その市場とのこう乖離する部分が出てきたところありますもんね、はいはい、その中で好きな人はいらっしゃるので、うん、まあ、そういう方たちが面白いねとか、うん、履き心地もいいねとかって言ってもらえることが非常に自分のモチベーションになってて、はい、それは本当続けていけてる部分があって、うん、まあ、そういう方たちにもまあよく言ってるんですけど、はい、そのあんまり靴っていうものを堅苦しく考えてもらいたくなくて、うん、まあ、こういうのあっても別にいいよねっていう感じですね、うん、お店行ってもやっぱり見られないような形とか、私本当はこの色好きなんだけどとかっていうのをもっと自由に楽しんでもらえていいと思うんです、うん、はい、これらのこうオーダー靴っておいくらぐらいで受けていらっしゃるんですか？そうですね、まあ、ビスポークの、はい、靴のお値段ってその方の木型から作ったりすると本当に何十万っていう世界だと思うんですけど、うんうん、そうですね、やっぱりそういったものっていうのは、はい、いろんな人に、うん、届かない部分もあったりするので、こういうメンズの形、はいはい、単靴の形であったりすれば、はい、デザインであったりですね、時間とかによるんですけど、はい、大体7万8万円で抑えてる、その中でやってます、はい、でこれレディースの、はい、靴なんですけど、はい、こちらはだいたい5万円か6万円の間ぐらいで抑えてます、はい、で、まあ、ブーツとかそういった形であったりすると12万ぐらいかなでやってます。でもそれ以上は今のところデザイン的にないで、はい、あ、まあ、これがマックス12万ってところなんです、ね、まあ、そうするとだいたいデザインにより系ですけども、平均的なアベレージなところで言うと7万円、そうですね、メンズであればそのぐらいと、あとはもう素材こうしてほしいって言われた時にその素材がやたら高いやつとか、はい、まあその辺で、そこで、はい、もうこれコード版で、ね、これ作っていただいちゃうと、そうなってきちゃうとさすがに今言ったのだときついんで、うん、ということですよね、まあ、それは変わりますよっていう、あとは相談ってことになるんです、あとデザインもこうしてほしい、ああしてほしいっていう相談も、はい、対応してるので、はい、そのデザインが非常に難しいものだったとか時間かかるものだったとかだったらそんだけちょっとお時間かかるんでそこは、はい、っていう感じです、うん、でもまあイメージとして今言った感じで、はい、持っておいていただければ、お店はないんですけどショールーム的なところはあるので、あ、そうですね、はい、北三の渋谷の近くに、まあ、ちょっとしたところあるので、はい、そういうところに、まあ、個人的に来ていただければ、はい、まあ、ご相談をできてますよっていう、できますよっていう。ちなみにですね、この靴、これ基本アッパーも含めて、全てハンドです、時間かかっちゃいますね、めちゃめちゃこれ時間かかるよね
僕はやっぱこう一回だけあの鏡式の靴教室やってる時にアッパーハンドで作ったんですけど、あ無理っすよ普通の人、あの手間かかってしょうがないですよね。後の写真見てもらえば分かると思うんですけど、ビスポークの靴って皆さんこう綺麗な靴をイメージすると思うんですけど違うんですよ。完全にこの井上さんはですね逆言ってるんですよ。不完全の美しさっていうか、あの多分これはもう人によってはいいところ悪いところ言えば悪いところに入るかもしれないですけど、多分これをですね僕はどっちかしたらいいところに感じる方ですね。言ってしまえばこう職人さんの力加減が分かるというか、幅が違うとか言ってもそれはですねすごいかっこいいです、はい、それを味であるとか、うん、温かみであるとか言ってくれる方が結構いらっしゃって、うんうん、まあ本当技術的なことになっちゃってあれかもしれないですけど、あの皮って目打ちって言って、はい、針穴を先に開けるじゃないですか、はい、そうするとピッチとかが、はい、あとズレがないですけど、はい、僕それしないんですなのでおっしゃってた、はい、そのちょっとした目のズレであるとか、はい、そういうのは結構往々にして出てくるんですけど、うん、まあもちろんあんまり汚くは見せないようにしてるんで、うん、まあちょっとしたところなんですけど、はい、でもそれはあの目打ちもしてないっていうところでかなり出てますね。それをまた面白いねって、はい、いやそれは多分今他にね多分あの並んでる靴とは狙う方向性が違うんですか。まあそこは多分その井上さんともちょっと話をさせていただいたときに、やっぱり基本的には他の靴が向かうところとは全然その、はい、まあ多分次元も違うだろうし、多分その方向性も違って、もちろんその靴という媒体にしてそこに関する関わるこう思いだったりとかは多分それこそ職人さんがそれぞれ違うので、まあ、かなり、ね、あの素敵だと思います、はい、ブースに出したりしている時にも、はい、やっぱり靴って履いてみないと触れてみないとわからない部分というのが多いので、うんね、あの本当に見て綺麗っていう展示物っていうことじゃなくて気軽に言ってもらえれば、うん、あの履いてみて、やっぱり結局のところ履き心地っていうところに皆さん ね、うん、あのね重要度が高いのでそこは、うん、なので本当言っていただければサイズさえあのサンプルで持ってれば、はいはい、あのお貸ししたりとか、うん、実際に履いてみたりとかっていうのも、うんはい、できるようにしてますので、概要欄の方にあの井上さんの連絡先なんかも入れておきますので、興味のある方はねあのぜひとも井上さんのご連絡していただいて、よろしくお願いします。多分ねなかなかファンキーな靴ができると思いますよオリジナリティの欲しい方、あとは、これ日本文化だと思うんですけども、いわゆる不完全の美学というか、ね、日光東照宮でも完全にはしない、どっか一個、ね、不完全を作るっていうところがやっぱ日本人としてあるので、この僕は井上さんの靴にはですねこのいわゆる不完全の美学を感じたので、そういったことにね共感される方ぜひとも、チェックしてみてください。はい、それなんか長話しちゃって申し訳ないです。本日はありがとうございました。ありがとうございました。以上でございます。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。今回ですね浅草に赴いた際に偶然お会いしました井上さんと、楽しいお話をさせていただきました。実際に井上さんのような靴のクリエイターさんというのはかなり多いと思います。その自分が通っていた鏡式靴教室、そこのクラスを修了された方だったりとか、あとは自分が参加した靴イベントで一緒におられた方も含めて、あちこちに刺繍クリエイターの方っていうのはいらっしゃいます。そうは言っても、じゃあそういう方々が世に出てバンバンお金を稼いでるかっていうと、やっぱり決してそうではなくて、僕自身もそうなんですけども、なかなかそういったこうクリエイターの方を検索するってことはないじゃないですか。まあ、なので今の靴業界からするとこの辺はこう悪いところではあるんですけども、これはまあ裏を返せば自分がねいつも言ってる通りで、この辺はもう伸びしろでしかないと思っているので、まあ、そういったクリエイターの方々が世に出るきっかけなんかが、より多くあったりすると、僕自身がねなんかこう偉そうなこと言える立場ではないですけども、靴業界の今のこの、まあ、ちょっと売り上げが下がっている、もしくはこう斜陽と言われている中で、まだまだこうねあの盛り上がるきっかけとなることはあったりするのかなと考えております。そういったクリエイターの方々は、本当にもうクリエイター一本で食べているという方は多くなくて、それこそあの靴の修理屋さんをやられていたりとか、あとは、全然違う仕事
お仕事をされていて靴のクリエーションも行っていると、そういった方も比較的多いように伺っております。僕はある程度こう年齢がいってから、靴業界に入ったので、今からこう職人魂を磨いていこうっていう気はないんですけども、ただやっぱりこうそういった思いが渦巻いているというのはやっぱり認識しておいて、何かきっかけがあったらそういった方々と共に何か新しいチャレンジができたらなと、こんな楽しいことはないなと考えております。まあいずれにしましても、こういったね、イベントには参加したいと思ってますし、まあやっぱりこういった方々とお会いすることっていうのはやっぱりこう深い感銘をやっぱり自分も受けて、本当にもう刺激を受けます。チャレンジングスピリッツと言いますか、そういうのも忘れないようにしないといけないなということをね、改めて思った次第でございます。はい、ということで、本日もご視聴いただきあざした。